広かです井上麻里です。ですノーミルクサトルでござい,ます,います。今日はこちら飛んでた。お願いしま J1、うん、最終盤で見逃せない11選手、はい、ノーミルクサトと選ぶ終盤戦期待選手。よろしくお願いいたします。お願いします。なるほどもう最終盤終盤ですもんねもう言ってね。うん。 っすね。今26、26節、はい、まあ、裏分かしだけ1個延期分はありますけど、うん、まあ、もう3分のか、こう、三分割して考えるんだったら、もう最後の3分の1に突入したかなってところになってくるんで、はい、まあ、終盤セットいっていいでしょうと。はいそうですね ここで一体ちょっとこの選手見とくのがいいんじゃないのっていう選手ちょっといろいろ持ってまいりましたのでまあ、さん、はいろいろ皆さんにも知っておいていただけたらと思っておりますいりました。いたますはいよろししくお願い,いたしますてことでまあデータ的な面もめ含めてなんですけどこんな選手見とくとやっぱりいいんじゃないの期待かけられる選手11人こちらでございます。はい 持ってまいりました。というところで、まあ、どんな点含めてなのかなんていうところを含めて、なんか話していきたいなと思います。はい、はい。まあ、一人ずつ行きたいところなんですが、うん、まあ、ちょっと中には、こう、二人いっぺんに話すところも出てくると思うんですけど、まあ、来てていただけると嬉しいでございます。うん、はい。と、はいうことで、まずね。うん まあさちょっと今、気になってる僕選手、まあ、気になってる選手だけは持ってきたんだけど、はいはい、まずゴールキーパーでね、うん、野澤大志ブランド君でございます。ここを皆さん見ておいてほしいっていうのが、うん、あのよく見る若手でこう特にデータ的にも言わせてもらってた、特にキーパーだと言ってきたのが、セーブ率っていうまあ指標があるわけですよね。よく言ってきました。その中で、うん えー、そのリーグ内で80%以上のセーブ率なんてものを叩き出している選手は、結構もうそのリーグ内である意味、神と崇めていいんじゃないかなぐらいのところがあったりするんですけど今、ですね、うん、80%に届いてるのはガンバの一森選手がちょっと今 80.、80.0%に今、いたりはするんですが、はい、ランキング2位にこの野澤大志、ブランドン君がいて今、今、76%とまう。 確かね、まだね、パリ世代の選手以降、いわゆる2001年生まれ以降の選手で、その80%以上を記録したようなんて人は、この国だといなかったと思うので、そう考えると、ちょっと野澤君が、こう、新世代、ゴールキーパーにおいても、こう、新世代の危機的な部分もあるんじゃないかなってのがデータとしても出てるんですね。 そうですね、はい、いいんじゃないかというところでございます。そして、えー、ちょっと分かりやすいか、ちょっと違ったところもあるのがです、ね、はい、左側に2人、ちょっと並べたんですけど、うんえー、湘南ベルマーレの本来ボランチだったけど、今年途中からセンターバックやりだした鈴木潤之介選手、うん、そして、えー、今シーズン途中から1年ぶりに戻ってきた、えー、川崎フロンタリーレ、大島良太選手、うん、ちょっとこの2人がですね、まず僕は今、リーグ内におけるキーマンは、ワン、ツーで実はこの2人なんじゃない かなと思ってまはは、えー、はいはい、はい好調、まあの,のチームですね、うん、特に鈴木純之介選手が湘南の左センターバックについてから、そして大島選手が川崎の,このいわゆる主力に戻ってきてから、うん、この2チームはもうほぼ負けなしで進んでいる状況なんですね、うんうん、なるほどね。 そういうところもあって、彼らのプレー、彼らのそれがちょっと勝ち点とか勝利に結びついてるところはだいぶあるんじゃないかなと、これ、んできた勝ち点っての尖ったデータっていうのは、どんなところなんですかね人とも実はね、うん、こうデータで細かく見るとっていうところで言うと、突き抜けてるものが出てるかって言われたら、ちょっとそこまで何かってことはまだないんですけど、ただ、2人ともちょっと共通してるのが、実は彼らのいるエリアからはあのやられてないというのがあったりします。う そう。なんで、おそらく、この、例えば、首振りだとか、やっぱり、二人ともちょっと共通してるのは、プレーメーカーみたいなところがあって、チームのそれぞれ、こう、ボール保持時だとかで、まあ、彼らから根気が始まるみたいなケースは多かったりするんですけど、要は、彼らから始まっていい攻撃ができてるからこそ、例えば、相手が根気してきて、わーってこう攻めたときに、その、大島サイド、鈴木純之介サイドのところでボールロストしたら、その二人から結構カウンター食らっちゃうかもしれないってところでもしかしたら、 うまくそっちのエリアから攻めれてないなんていうケースも僕はあるのかななんていうふうに思いましたと。うんね、はいはいまあ、っていうところで、ちょっとこの2人が今だいぶ勝ち点をそれぞれのチームにもたらしているというところがあるので注目してみていただけるといいのかなというふうに思っております、うん、そして、えー、今度はです、ねえー、センターバック2人いきましょうかね、うんえー、中野シュート選手とあとは三國慶應エブス選手ってところですね。はいえー、まずはは中野選手にいけばまずやっぱり、えー、今は まあ広島の、もともと右ウィングバックやってて、で、えー、荒木隼人選手が怪我の間は3バックの真ん中やってましたけど、うん、まあ最近は右のセンターバックをやっておりますと。うんうん、はい。で、この位置まあ空中戦で、ね、こうめちゃくちゃ。 勝っている選手でもあったりするんですが、うんうん、ちょっとなんで彼をここに入れたかというと、その空中戦もそうなんだけど、まずやっぱり、ちょっと今、この J リーグの中で、特にあのエアバトル系で、えー、いいデータを残している2人この中の三のっていうところがあって、うんうん、今、要はこの夏でいきなりヨーロッパなんてことはちょっとまだ分かんないけど、うん、次 うん、の世代というか、はい、ヨーロッパ行くんだったら、そして代表選ばれるんだったら、ちょっとこのあたりなんじゃないかなってところがあるので、んうんうん、それこそ職場の皆さんとか、それこそあの、ご友人たちで学校でとかで、こう、<laughs> 次の代表誰だろうっていうところで払すんであれば、彼らのその空中性のデータがいいんだよってとこ、ちょっとなんか、うん、みんなでこう、ワイワイしていただけるといい。喫煙所とかね。

1>, 1秒ぐらいの食い違いいつまであると思いますけど、<laughs> 皆さんこれもうしょうがないいいでごめんななさいね <laughs> はい、お願いしますなるべくクロスしないようにしてますけどいはいはい、そして今度はですね右のボランチと右ウイングバックのところで、今年の大卒ルーキー組2人なんてところも入れてみましたと、うん、まずはやっぱり、まさに能野くんですね。野さんんはいうんうん あのーまあ、今シーズン、それこそ大卒ルーキーで2桁得点取ったらまあとんでもないって形には本当はなるんですけど、うん、サイドバックの選手ですでに7得点、ね、ちょっと聞いたことがないんですよね。なので、このペースでいくと、11点、12点まで結構現実的な数値なので、ここまでのペースで考えると。うんうんうん いっちゃうんじゃないか、だからちょっと今までにないちょっとデータを残してしまうかもしれないというところで、やっぱり能野君っていう選手は、ちょっと鹿島以外のチームの皆さんも、ちょっと彼の動き見てみていただけるといいのかなだいぶもうね、ねマークはされてるでしょうから、ってなるとまたどっちが開くのっていうことですかやっぱ強いですよね、こういう怖さがある選手言いますとね。は、ねうん、はい、はい 実際、あのちょっと前の突然の,のところでは、野ノ野君も決めましたけど、逆サイドの安西選手まで得点決めたら、両サイドバックが手を取るなって結構、鹿島はどっからでも取れちゃうイメージですよね、はい、今ね。そうです続いてそれでまでもいけるとかっていう状態で、本当すごい状態だなと思います。すね、はい、はいうん そしてもう一人、やっぱ最近一番インパクトを残したのはこの男じゃないですか、週末の試合。うんうん、え札幌対福岡、うん、アリショナ対タイムほぼラストプレーで同点弾決めてった大卒力、田中克行という、うんうん。そうですね。え札幌、札幌はね、えー、この夏6人の優勝を決めてきましたけど <laughs> いいちょっと遅れていくんで。気にしなくていいですよ。遅れていくんで、合図違う。いやいや、止まらなくてい,いですよです。ありがとうございます、はい。はい。 <laughs> あとね、このだその中で6人のこう新加入選手もいましたけれども、やっぱり大事なのって、開幕の頃から、えー、順々にこう成長を遂げてきた選手がこうぐんぐんと伸びていくといいのかなというところで、まさに体操ドルキーの田中選手とか、あとは高卒スドルキーの原康介選手なんかもね、コンスタントの出場機会、得てるよというところがね、札幌、その辺りの若い選手なんか、皆さん見ていただけるといいのかなというふうに思っております、はい、そして、最後入れたのは、えー、新加入組というところですね。馬選手 ガンバ林大智選手、そして、えー、京都エリアス選手、そしてマ,マさん、この収録日八月十三日、うん、加入が決まりました。はい、えー。神戸に森岡良太が戻ってきます。おーおーああついにそっか神戸そうなんですねそうかそうなんですでなんか元からあのもう二ヶ月くらい前かベルギーリーグが終わったぐらいの時にも盛岡選手はあのベルギーのシャルルロワというチームに在籍してましたけど。はいはいはい。 そこはもう抜けるってのも決まってて、だから G リーグに帰るか、うん、それともまあヨーロッパで話があればっていうところで、うん、もう本当、ほんと3ヶ月くらい前だったと思うんですけど、はいはい、ただそれ以降、なかなか落とさがないなっていうままでずっと続いていたんですが、うん、どうやらやっぱりヨーロッパでもオファーはあったんですってね、ど、うん、ういうふうに、うん。 だけど、こうやっぱりメジャーところででは、どうやらオファーはなかったらしく、で、はい、国内っていう決断をし、その中でやっぱり古巣からのオファーだったってところで、まあ、神戸をそのまま2015年までいたわけですから。2016年からも、<laughs> ね、海外ですからね。え盛岡さん, <laughs> んの神戸ってまだ、あれじゃない、ユニホーム白黒じゃないのわからないけど、うん、そんなことない ああ、でも、だから、かインスタとかポトロスクが来る前だもんね。ねでも,もしかし元前なんか。へぇー、そうですか。うだよね。うん。ね、はい。はい というところでちょっとね、まだ移籍は、だから、あ今日したばかりっていうところがね、うん、森岡選手と、あとまだね、うん、戻ってきたってなっら、まだ怪我中なんでまだ出てないってところありますやっぱりそれぞれ元海外組ってところで、森岡選手と、あとはガンバの林大地選手ってところも、今、なかなかガンバもね、1試合に1点ペースになっちゃってますから、はい、フォワードのところでちょっとね、えー、カンフル剤になってくれることをちょっと願いたいっていうのがあるんじゃないかなというところで入れて。 見ましたという形ですあと残り2人ちょっとエリアス相馬ってところいますけどまずやっぱりっと僕は言わなきゃいけないとかこれも皆さんも結構思ってるところで言えば、はい、やっぱ町田相馬くんどれぐらい活躍できるかってちょっと町田がこういきなりのこの優勝できるかっていうのはやっぱすごい重要なキーパーソンにやっぱりなるんじゃないかなと思っていてやっぱりあの あのなんだろう町田がこう勝ち点を落としてる時期っていうのは、うん、結構今明確に分かりやすく出ちゃってて、はいえー、アンダー23アジアカップの時と、うん、要はパリオリンピックの時っていうところに今なってま,ってま 内岡はもう今戻ってきてますけど、だから平川優の力がこの町田の中でどれだけ誇ってたものがあったのかってことはちょっと今出てしまってる部分はあると。うん、そうですね。なので平川優と同じくらいのデータを残せば町田はやっぱり間違いなく、うん、上というかこのまま保っていけると思うし、うんはい、なので点、得点。 並びにアシストも、または、ディベレでどれだけボール奪えるかもそうですよね。そのあたりがちょっと注目されるところです。うんまあ、実績としてはね、それ A 代表ですから、そ負けてらんないですよね。もう当然そこは超えていくぐらいだよっていうところですから、ね、ガチと合えばっていうことですからね。そうですね。うん はい、間違いないいなと思いますねそしてあとは最新の新潟戦では得点なかったですけれども直近のリーグ戦2試合プラスあとストカルト戦でも得点あった、まあ、京都の新加入フォワードラファエル・エリアス選手彼の得点がどれだけこれからも続くのかどうかでやっぱり残留争いのところは結構変わってくるんじゃないのかなというところでございます。はいうん、まといいうこころでございますはい、はい、こちらままの皆さんが、うん はい、ありがとうございました。ああ、はいね。ちょっと遅延,も<ー>遅延もあってね、聞きにくいとこもあったかと思いますがね、ね、えー。ということでおしお、僕自身の今日は見る若者にっってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、えー、井上までございました。よろしくお願いします。脳さんでございました <laughs>、ね。今のでわかると思います。このぐらいの遅延がありましたということで <laughs> <laughs> それではまた聞いてね。<laughs> じゃあね、お疲れ様でした。またね